こんにちは、ゆたかさん、はい、今日メインチャンネルの方の撮影行かれまして、はい、はい、ゲスト、はい、なんとなんと、広岡達郎さん知ってる？お名前は…そうだよね、はい、やっぱ年代的にもう80…こと今88か、はい、で80、今年2月9日で89歳になられるということで、はいはい、豊さんとも、まあ、俺も現役の時は知らないし、はい、あ、広岡さんの現役の時、まあ、知らない知らない、はい、で、まあ監督だよね、ヤクルトの監督、はい、西武の監督をやられてて、はい、こうその存在を知るというさ、うん、まあまあもちろん名前は知ってたけどさ、はい、まあ監督のイメージの方が大きいよね。うん、まあそれもなんかこう管理野球というかさ、日本にローテーションをもたらした人なんだよね。あ、まあ、ピッチャーの昔はよかったらどんどん投げさせてたわけ、うん、ピッチャーを特にこうローテーションとか関係なく関係なく、うん、じゃあそしたら選手の寿命が短くなると、うん、でいい選手が短命に終わるということで、まあ、これもなんか現役終わってすぐアメリカに行って、はい、なんかそういう勉強されてきたんだけど、まあそういうので、まあ、お話を聞いてきたよ、いろいろ、はい、どんな話というかすごく興味深いです。その当時のお話も、ま、いや、ま、今の話もってことですよね。まあ、当時の話から言えば、まあ、V 級時代に、はい、まあ、どんなことをして強くなったのかとか。本当にすごいかったんですよね。そのいや、それはさ、9連覇なんてできないじゃない、ね、今思ってもすごいですね。いや、すごいよね。それとはやり方を変えて、でもね、言ってたのがさ、まあヤクルトも弱いチーム、西武も弱いチームだったんだけど、選手を育てて優勝をさせていくのね、うん、で、ヤクルトにはヤクルトのやっぱ強くさせ方があったと、うん、で、西武は西武であったということなんだよね、うん、だから弱いから同じように管理でやったんではなくて、やっぱり言い方をそれぞれ変えてったっていうんだよね。で、今日動画を撮った印象の中に、やっぱりフロントとの掛け合い、うん、だからオーナーだとか、はい、球団社長だとか、はい、そういう人たちとコミュニケーションをいっぱい取りながら、だからどうしたいんだと、このチームはどうしたいんだとか、だからヤクルトとかもうキャンプから変えようって言って、はい、メジャーリーガーの練習だとか。でもね、両リーグで優勝できる監督っていうのはなかなかいないよね。やっぱセ・リーグも制し、パ・リーグも制したという、その上日本シリーズでも勝ってる、勝ってるという、うん、チームが違うっていうのがまたすごいですよ ね、 そうだよね。で、今よく言われてるのが、セ・リーグは弱いと、パ・リーグはもうすごい強さ、強いじゃないかって言ってるんだけど、広岡さんに言わしてみれば、やっぱ戦略で勝てるって言ってた。だからその戦略をやるにしても、選手をやっぱこう育てなきゃダメだと、で、教え込まなきゃいけない。だから一番やっぱり印象に残ったのは根気よく教えろと。育成っていうことですか。そうそうそう、だから広岡さんがこうやっぱソフトバンクのことは褒めてた。だ、3軍から会って、3軍から1軍に上がってくると、それはやっぱりそういう目標があるからだということを言ってたね。で、巨人はやっぱそのファームの選手だとか3軍の選手に目標が少ないんじゃないかって言ってたよ。その差はしてきてた。これはどういうことかというと、やっぱこう頑張ったら一軍に上がれる。巨人は、うん、まあ、補強をどんどんするじゃない、うん、やっぱ上昇を組んだんだから、うん、負けるっていうことは許されないのね。そしたらあそこのポジションが空いた、みんなでそこを狙いに行こうとしてるのに、そこに選手を取ってきちゃうから、まあ、資金力もあるしね。そうなってくるとモチベーションが下がるという、うん、だからそのソフトバンクは目標があり、でまたあのメンバーに入ったら日本一になれるという目標があり、巨人はなかなかこうポジションが開かないと、だからそこら辺のモチベーションが低いんじゃないかって指摘してたね。まあ失礼ながら遺言ということでまあいろんな話はされたけど、はい、質問にね答えないで自分好き勝手に喋ってるところはあるんだけど、はい、
だけどそれでもやっぱ話を聞くとプロ野球人として、まあ、ドラフトにかかり、はい、入団してきた人間っていうのはさ、やっぱそれなりの素質を持ってると、うん、やっぱダイヤの原石だっつってたよね、はい、だからそれを今は教える根気がなくて、あの無駄にしてることがたくさんあると、だからもったいなくてしょうがない、だからもっともっとやっぱ周りもいろんな人がサポートしながら教えるということをにもう一度立ち返った方がいいと。だからもうそういう時代だし、まあ例えばその野球やってる、まあ少子化でね、野球人気もちょっと落ち、まあそれで、野球チームも少なくなってると、はい、いうところから、やっぱ もっと原石を教え込んで教え込んで、その教える人間も教えていかなきゃいけないという、うん、なるほど、だから教えが足りないっていうことは盛んにおっしゃられたね。感心するのはやっぱ守備の名手だったんだよね、はい、守備がめちゃくちゃうまかったの、はい、でパッとこう構える、こうやって姿勢をちょっと取るんだけどさ、やっぱそれが決まるんだよね。で体型も変わらないしさ、まあおじいちゃんにはなってたけど、はい、やっぱりこう野球に熱い人だなっていう、まあこういう人たちがやっぱ世代を変えてってきたのかなっていうね。まあ、川上さんのこともいろいろ言ったりだとか、はい、吉田芳雄さんのことをね、ライバルだったのね、はい、ことも言ってたりだとか、はい、また監督になった時に、まあ、森さんっていう、はい、ね、成分、そうそう、はい、知ってるでしょ、はい、だからそれ、その人のことも言ってたし、まあ、それぞれにいろんな思いがあって、はい、まあ、野球界を盛り上げてきた人たちなんだなっていうようなね、まあ、質問とは脱線したかもわからないけど、はい、すごく味のある、はい、いつまでも聞いておきたいなというね。でいろんなことも取り入れてるのね、合気道だとかさ、だから相手の力を利用してこっちの力を倍化するというようなさ、そういう勉強もされてたりだとか、だからいろんなところに足を運んで、はい、いろんな学びをしなきゃダメだと。だから野球バカになるなって言ったのは広岡さんが最初なのね。でいろんなことを知識を持ってないと生きていく上で野球だけじゃダメなんだと、他のこともいろいろ勉強して、それが野球に役立てれるようにやっていくことが、まあ、最高だって言ってたね。で、なんで俺接点がないと思うんだよね。そうですね、あのこう一緒にやられてたってことでもないですし、ないよね、うん、なんでですかね。でもね、なんでか知らないけど可愛がってくれたの、うん、でね、俺が何年目かの時に球場に来られて、はい、守備を教えていただいたの。直接、うん、やっぱりへそ、はい、へそが大事だと、はい、へそって体の中心だから、はい、やっぱりへそを決めるような構えから、へそで取りに行くようなことをやらなきゃダメだと。だからまあそれはすごく基本なんだけど、はい、でもそこからやっぱり守備っていう意識が変わって、でそれ以来なんかことあるごとに、お前の解説はダメだとか言われてなんでですかって言ったら、言うのはいいと、はい、ただどうやったら良くなるかっていうところまで補足しろと、そのどうやったらいいかっていうことを言わない限り言いっぱなしじゃ責任がないって、はい、だからそこも気をつけろとか。でプロ野球ニュースもよく見られて、はい、ことあるごとに、あのダメだあいつはみたいなことを言われるの未だにね、うん、まあ広岡さんから言わせたらひよっこだけどさ、まあまあでもそういう人がやっぱ見ててくれるっていうね、はい、まあ励みが、そうですね、うん、まあ緊張しましたか。なんていうの、広岡さんってさ、人が寄ってくることがすごく好きな人なのね、はい、だからすごくすぐ受け入れてくれるから、まあ久しぶりに会ったからね、はい、最初一瞬緊張はしたけど、はい、ご挨拶とかね、はい、だけどもうすぐ打ち解けて、もうなんかうちの親父と喋ってるみたいな、うん、ね、そんな感じで、もう人柄ですね。そうだね、はい、だからあの近日中に動画アップされるので楽しみですね、うん、楽しみにしてください、はい。